反映された。こんにちは、しんじさん、やんさん、とも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 さん、BPM さん、こんにちは。みつけもかわいいよ、ありがとう。ともさん、ありがとう。みっちゃんさん、こんにちは、こんにちは、皆さん、こんにちは。サロニア180でさ、200何度になるって言ってたやん、うん、200何度でやったらさ、300ぐらいになるってことかな。200何度でやったら200何度なんじゃ、逆に。あ、そういうことなるこんにちは、みつおさん、みっちゃんさん、ラグオトさん、皆さんこんにちは、いらっしゃい、来てくださった方、よかったらお星様投げていってください。お星様投げてくださってる方は携帯番号が連携されているかの確認をよろしくお願いいたします。1位にちょっとでも近づくために、皆様よろしくお願いします。今回こそ3週今回こそ3週間だけど、ありがとう、ちんじさん。いけた、あこんなコメントしたらあかんの、コメントしたらできひんって言ったよね。3週質問しやん方がいいかな、ごめんなさい、仕事中なら優しい。ラグオドさん、ありがとう。ループなってる、マジでループってる、大丈夫。みんな聞こえるかい。あれ聞こえない、ぐるぐるしてる。いや、私は全然普通に見えてる、みんなのこと。あ、ダメ班長さん、こんにちは。見えてますか、普通に。ってどういうこと。なんか同じことがずっとぐる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 繰り返されているかもしれない、私の配信の中で。電波？電波悪い？全く変わってないで、昨日と。止まり止まりになる。うちにね、Wi-Fi も使ってないし、普通に 4G やねんけどな。速度制限来た？いや、そんなことはないはず。なんだか。止まる？なんで？悪い？マジ？え、大丈夫？ショールーム自体がなんかやってんのかもしれんな。かな、うん、たまにやったらまだいけるかな。とりあえずほんまにやばすぎたら教えてください。ダメ班長さん、お届けないそうです。せいやんさん、こんにちは。しんじさん、 T シャツいけた？そう、 T シャツ、グッズの T シャツの在庫がスペシャルセットの方が正解で、単品の方がそのスペシャルセットで売り切れになっちゃった分が反映されてなかったらしくて、でこの間反映されて、なんと T シャツ L がもう売り切れちゃったみたいなので、そう、一回求めした方という方はXL、 ちょっと大きめ XL がいい方は XXL とかでもいいかもですね。ちなみに私は M にしましたが、ちょっと大きめの方が可愛いかもしれへん、男の人は。なんか私今日眉毛濃いんだけど、薄いって言いそうになった、今薄いって言いそうになった大丈夫、凛としててかっこいいじゃない。あらやだ、かっこいいじゃない。垂れ目だって思われないのにしない、めっちゃ嫌やん、垂れ目めっちゃ嫌がるやん。当たり前じゃない、私はずっと釣り目だと思ってやってきたのよ、この人生。かわいいよね、みんな。猫さん、こんにちは、大丈夫で、ありがとうございます。こんにちは、荒川区役所の方から来ました。うわー、やつさん、ありがとうございます。嬉しい。何ファンだったんですか、どこファンっていうんですか、どこ推しの方だったんですか。じゅんさん、こんにちは。よいしょ、
アイラインの塗り方の癖がすごい。高橋さん初見です。え、初見なの？こんにちは。カズさんこんにちは。皆さん普通に見えてますか？可愛いだってありがとう木下さん。木下さん覚えてくれたらもう名前覚えとこ。単純そんなもんそんなもんそんなもん。よいしょ。やれないってことか XL 注文した。ありがとうしんじさん。めっちゃ L が人気だったみたいで。そう、あー三宮橋駅前女子メンバーがお世話になりましたって。すごい、三宮橋駅前女子のファンの方礼儀正しくてめっちゃ来てくれはるんですけど嬉しすぎる。こちらこそです。みんな可愛かった。本当にすごいね。ありがたいね。若かったほんまに。ありがたいありがたい。なんか久しぶりにキャピキャピしたアイドルを見ました。クソ、え、クソとか言わないの。クソなんて言うのは。クサって言った。クサって言ったん、うん、じゃあ私の耳がおかしかったと思う、うん、怖いよ。ピチピチより大きい方がムチかなと思う。それは確かにそう。絶対ピチピチより大きい方がいい。かわいい。ミネさんこんにちは。なんか女の子がピチピチのなんかタイトな T シャツ着てるの最近流行ってると思うねんけど、けど男性は私大きいのをダボっと着てる方が好きですよ。女の子もその T シャツをワンピースみたいに着てるの好き。よいしょ。こんにちはベネさん。よいしょ。髪の毛をストレートにしてます。えいえい。角度がすごい。怒られたって。怒られた。時差がすごいな。こんにちはココナさん。ココナさんこんにちはです。ごめん、みかくし取ってくれへん。絵でブラシ。よいしょ。これ、うん、はい、ありがとう。よいしょ。これいいわほんまに。やけどせんでいい。ですぐやけどすんねんアイロンで。わかる。ショートってやけどするよな。うん、短いしな。いいし。そうそうそう。首いつもジュッてやっちゃう。こんにちは、イングリッシュマンさん、こんにちは。え、関東地方つやけしてんて。え？でしょうね。まあそうやとは思っていたけど。でしょうね。7月上旬っておっしゃってたじゃないですか。でもでしょうね。か。まあそうやろうなとは思っていましたが、梅雨なかったっしょ。売ってなかったのぶっちゃけ。いや本当に本当にあった。梅雨ね。梅雨なんてものはそんなにしね。普通に雨の日やったよな多分。なんなら、あ、ピチピチの T シャツ、あ、小さな T シャツ着るほど引き締まった体してないからねって。いやそんなそういうことじゃないよね。えねえ、ドライヤーしていい？いいよ。ありがとう。全然。うわ。みんな、みんなの皆様。これさ、あ、宝塚記念行ってきましたって。どうでした、池さん。どうでしたか。え、いけるかな。いけるかな、これ。よいしょ。無理かな。いけた。間違えた。どうした。当たった。宝塚記念止め息大丈夫？
変換文のみです。ああ、それは悲しいやつだ。お疲れ様です。でも楽しかった。あ、今年は水不足になるかもねって。そりゃそうやな、確かにこんだけ雨降らんかったら。でも一昨年、去年か、去年さ7月いちゃうか、なんかめっちゃ7月頭ぐらいめっちゃ雨降ってて、9月とかにもなんかめっちゃ降ってて、梅雨2回目みたいになった記憶があるねんな。 Wi-Fi 環境あまり良くない。 Wi-Fi 使ってないです。さやもちさんやばい。まだフィオナさんこんにちは。今回なんかねやばい。朝でも全然大丈夫だったよね。七一さんは変化されましたやばい。あ、玉ねぎさんもお星投げて仕事もります、ありがとうございます。りょうさんもこんにちは。プチプチやる。タイトルホルダーを軸に買ってたが、なるほどね、タイトルホルダー好きやねんけどな。トリマトリマこんな感じしようかな。まっすぐなった？ストレートなった？うん、なった。うるさい？嘘？あ、あれか、ドライヤーか。めっちゃ時差あるわ。ほんまに。うん、そんなに電波悪い？今？なんで？うん、ショールーム？Wi-Fi 全然使ってもらってもいいねんけど、あの繋げるまでに時間かかんのうち。あ、そうなん？そういうのある？アプリ入れてなんやかんやしなあかんの。へえ、何それ、そんな Wi-Fi めんどくさいやつあるの？全然いいよそれは。でそのまま使えるんやけど、多分 Wi-Fi なくても繋がるはずやねんけど。てか、ね、今まで繋がってたもん、ね、ってことはやっぱりショールームかな、急に悪くなる。だってはい、これ、この辺、はい、ありがとう、ありがとうございます。届く？うん、大丈夫。パープルさんこんにちは。より一層可愛くなく、ありがとうございます。ヒシイグアスの副賞だけ。あ、すごい、レオさんおめでとうございます。すごい。いや、なかなかあれはやばかったくないですか。でも昨日のは難しいと思う。当たるとすごいよね。よいしょ。レコードタイムやって、そう、ほんとすごい。あ、カニフミオさんこんにちは。こんにちは。前に AKB にいたのは知ってます。ありがとうございます。惜しい。でも NMB なんですよね。わかんない人はでもあれだよね。一緒だよね。ね、確かに確かに。48グループはでも一緒。うん。NMB っていうところにいました。今綺麗になって、ありがとう、よかった。コロナワクチンの副反応と2日間戦ってました。お疲れ様です。マジでワクチンもう打たん。ほんまに嫌。ほんまに副反応しんどいあれ。今回のわけじゃないし、うんうんうん、うん、ほんまにマジでしんどかった。副反応2回目がいっちゃん苦しかった。やーくん星投げ完了ありがとう。えみちのことちゃうよ。あ、私のことちゃうの？何の話？ごめん、なんか悲しい。きれいになったよ、ありがとうって言った。えみちのことちゃうって言われた。あ、けどどうしよう。落とされた。シンジさん、それ悲しい。シンジさん、リアリングタクト入れてなかったから3連単は外れたけど、三冠馬の復活は秋が楽しみ。確かにハロプロのオーディションは受けたの。受けてないよ。サンジョリーダーリーパンにあやかってパンサラッサ買ったらは外れました。あ、悲しい悲しい。リーパンちゃんもやってるんですか、競馬。
よいしょ。あとちょっと熱があれば今日も休めるのですか。ちょっと無理、ちょっとなんかハッてするあ、そう NMP だね、チームビーツだね、そうなんです。あとはダンジョン目指すだけだ。やった、3連服でゲット、3連服ゲットはやばいね。おめでとうございます。すごい、やっぱ宝塚記念はみんなやってるんだな。よいしょ。私バタバタしすぎて予想を忘れてて、ギリギリに予想を載せるっていう。ファンクラブでいつも予想を載せてるんですよ。お、パープルさん、ナイス。パープルのだるま、ありがとうございます。4万人、やば。6位までは来た、すごい。電波が良くなったってことか、綺麗になったって。確かに今時差がなくなってきた。大物ショールーマーがいたんちゃう。どういうこと。あ、そういうことか、別の枠で、うん、めっちゃすごいショールーマーさんがやってて。ショールーマー初めて聞いたな、まあ、で今配信終わったからサーバーが安定した。やばいな、誰だそいつは。疲れるマジで。にゃんさんこんにちは。覚えてるのはクロワッサンのお店かな、シングル歌ってましたよね。クロワッサンのお店、あ、アーモンドクロワッサン計画かな。シングルは鈴掛けなんちゃら歌ってました。それかな、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 っていうことかな、かな、かな。あ、玉ねぎさんだーいすー、さくらんぼ、えみちも綺麗って、ありがとう。さえもちさん優しいね、ありがとう。あなたは優しいわ。ちぬ太郎さんフォローありがとうございます。なんか声が変になってきたなんか声が出ないはい、治りました。なんかすごい声になっちゃった。今スクラッチのチェキが届きました。やったー、 Now the now、 じゃんけん2位だぞって斉藤さんだぞみたいに言って恥ずかしいな。玉ねぎさん、オンプナイス、ありがとうございます。来月のスクラッチは当たるかな。当ててほしいな。来月のスクラッチはサマーなので。ゴーゴースマー、うんうんうん、ギリギリまでネバーギブアップ、運命的な出会いがきっと待ってるみたいな二人とも曖昧、知らねえな、へへ、やる前に見えなくなっちゃったただいきさんがみんなSK、玉ねぎさんお仕事頑張っていってらっしゃい。そう、競馬、あの馬が好きなんですよ。競馬が好きというか、お馬さんが好きで、そうそう、で競馬をやってるって感じ。ちょこちょこと買うよりかは予想をしてます。電気が足りないみたいだけどいじりって言われてる。なんで電気が足りないみたいだけどいじりって言われてる。電気、電気ってあれでしょ、 Wi-Fi の電気やんな多分。ちゃうねん、多分私たちじゃないねん、ほんまにいつもと変わらんねん。今いるのはあんたんのお家です。8時に落ちて、あららら、ら部屋無理して節電してないって。そんなことはないで、してないで、エアコンギンギンやって、ギンギンやで。あ、でもなんか節電しなさいって言われてるよな今日。まうるさいで、あららららら、ら反感買っちゃうよ。反感、こんな暑い中で節電してたら死ぬわ。気をつけながら節電おって、ちょっと促されてたよ。死ね言うんか日本国民は。怖い怖い怖い、助けてみんな。吉見さん、ほら怖い怖い怖い、えみち、おらおら、乗馬してました。そうなの、かーくんこんにちは。怖いよ、あんたんが。ごめんな、あんたん晴れ女、梅雨明けしたねって。ごめん、雨女やで。私晴れ女、確かに髪の前やったらセクシーやな。あー確かに、うん、セクシー、かわいいけど、うん、かわいい、めっちゃかわいい。え、かわいいな、このままでも生きしてきたわ。かわいいで、そうやね、かわいいね、この服。うん、なんかキキみたい。キキ、魔女の宅急便の。もうちょっとなんかあったやろ。キキかわいいやん。キキかわいいけど、なんでジブリやん。あ、ごめん。ごめん。私もごめん。かわいいと思って言ったの。ごめん。
でもなんかサマーの危機、もう絵で無理せんで無理してないのに。ホテルから移動して G とか出てない、出てない。関東甲信越東海九州梅雨明けしたさ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。可愛いで見えへんけど、可愛いで見えへんとは。ちなみに昨日家にテントウムシいました。テントウムシも嫌やな私、家に出るのは。あれよう見たらほんまに気持ち悪い色してません？だって虫で赤色ってやばいやつやもん私の中で。ない方が可愛い気する。こっち見て。あない方が可愛いのは可愛い、でもセクシーはセクシーね。あれ昨日コメントしたよね、初訪問で。昨日コメントしてくれた、初訪問で出ました。今残念ながら現役の時は悲しいさよねをしてて、エミシの良さに気づけなかった。ありがとう、今こうなんコメントしてくれて嬉しい。あんたん、あんたんが見えてないけど可愛いでやって。本当私は可愛いで、可愛いで、ありがとう。マイルドさんフォローありがとう。そうパワハラです。やくポジティブに行こう、ポジティブに行こう。山本さやかが雨の子、雨の女の子って書いてる。さやかさんは雨女って。そうなのね。私は晴れ女です。チューブトップのブラ買うのかな。買い、ユニクロ、ユニクロも落ちてくんねん。あー単純にそれはそうか。透明の肩紐やったらいいんじゃん。でも夏場はしんどいねん。あれわかる、キュッてなるよな。え、すごい、カニフミヨさん、山本さやかさんの近くに住んでるんですか。わあ、パープルさん、マリもありがとう。これね、え、ナルさんも G を見た。そうな、黒ベースのオレンジ判定。うわ気持ち悪い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 。あんたは可愛いより綺麗。ありがとう、嬉しいよ。思うそう、私も。タダヤキングいらっしゃい、チョロです。あんたんとジョーとオタトモ。え、どういうこと。あ、ジョーちゃんとオタトモなん。好きなジャンルが一緒なんじゃない私と。ああ、そういうこと、なるほどね。かーくんファンレベアップ、エミチーズが34になりました。やった。 NMB 時代のエミチとはなかったけど、あんたんとはシャム取ったことある。そうなの。ほらめちゃくちゃ忙しいほぼ投げたけ。ありがとう、たーくんめちゃくちゃ忙しいのに来てくれてありがとうございます。本当にありがとうございます。運命的な出会いがきっと待ってる。なんちゃら。あ、あんたんだよみんな。リップ塗ってないよ。あんたんだよ。リップ塗ってないよ。本当にセクシーね私ね。うん、セクシー。これ足出てんだよ。あら、あらセクシー。誰に会いに行くのかしら。あら。誰に会いに行くのかしら。私っては。上から読んでも下から読んでも一緒の人やる？それでその人とデートに行くらしい。え、梅雨明けしてない波地がさあ、多分私が帰ったら関西梅雨明けすると思う。私が、ね、関東におるから多分関東先に梅雨明けやな。何を言うてんねん、何を言わせてんねん。チーム B2 は確か4月29日に初初日公演で、その後モニタールームで見てます。え、やばい、めっちゃすごい、ありがとうございます。いじりさんですが、コンタクトメガネのギャップの人ですね。そうです、ご存知、うん、選挙演説で一緒のこと言ってた。節電より発電、国民を熱中症にするつもりかって。まあ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 難しいところですよね。あんたん可愛いってめっちゃ来てる。トメヤさんこんにちは。あんたん巨乳になったね多分映像でフォーム行けるだけ。なんて、映像でフォーム行けるだけ。映像でそう見えてるだけ、うん。亀田さん正解。あんたん露出を多め、うん、夏だからね。 こんがり焼けんようになやって、うん、ありがとう、ありがとう。あんたんセクシーが爆発中。今日はあんたんセクシーでやっておりますので、皆様そういうことでよろしくお願いいたします。いい、よろしくお願いします。それではそれ以後、タカさん、アスタルエゴ来てくれてありがとうです。お仕事頑張ってね。あんたお父さん知ってますよって、すごい。そうか、有名やもんね。あ、ウーカメンの博士さん、ファイトお疲れありがとうございます。アポカリプスさん、ナイス。
ああた黙っていれば綺麗でセクシーですか。そうです、首筋焼けていた。嘘、大丈夫。そう、あんたんとデートしてくるね、ちょっとそう、あかり、あ、間違った、ちゃあのチュリさんが好きなんですよ、あんたんのパパは。あかりんさんじゃなく、あかりんさん、チュリさんや、チュリさんチン、あんたんがこんがり焼けちゃった音。あ、チンなの。あ、めっちゃ落ちてる、やーくん、やばい。こんにちは、パシパルさん、よいしょ。前髪をワックスで整えまして、よいしょよいしょ。鳥さんですか。そうなの、エミチが今日も可愛くて、ありがとう。つや消しても落雷や豪雨もあるから、ね、台風もね、そう、台風もあるから、そうなのよ。なくしたん。なくしたっていうか、まあ、なくしたな。あらあら、あ、もうやん、もう終わりやん。皆様、おんならそろそろ切りますけども大丈夫ですか。ランキング読みたいと思います。今日タイムキーパーさんおらんかった、気づかんかった。いきます。13位ヤズアさん、12位ヤーくん、11位 BPM さん、10位シンジさん、9位ニャンさん、8位ヤンチョクレさん、7位カーくん、6位クマさん、5位ミツオさん、4位アポカリプスさん、3位ダマネギさん、2位サクさん、そして1位オヤンさんでした。やった、ありがとうございます。イエーイ。そう、アカネさん、そうなんですよ、チュリさん、ありがとうございます。皆様、今日もたくさん応援ありがとうございます。よいしょ12男女キープ、やった、やったやった、よいしょ、セミコースコンプリート、ナイス、ありがとうございます。本当にどうにか1位にね、ちょっとでも近づけていけるように頑張っていきたいと思うので、噛んだ、いきたいと思うので、皆様応援よろしくお願いします。行ってくるね。今日次の配信は23時です。はい、なので皆様23時にまた来ていただけるととても嬉しいです。ありがとう、愛ちゃん。そう、星集めでコメントできるの不本意やねんけど、またね、コメントは、はい、イベント終わってからいっぱい喋りましょう。うん。壇上、連続壇上、やったー。というわけで皆様ありがとうございました。二人仲悪いと思ってた、仲めっちゃいいで。誰、私と何か、うん、なんで仲良しだよびっくり。じゃあね、一番仲いい、うん、バイ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 、ありがとうね、バイバイ。